オートバイ用のビータイヤのビータイヤとは、トレッド面がイボ状のパターンを持つタイヤを指し、未補走路での走行に用いられる。日本ではブロックタイヤと呼ばれる場合が多い。オフロードタイヤと呼ばれる。イギリスではノブリータイヤと呼ばれる。ノビータイヤは、トレッド面にイボ状に突き出したゴム製のブロックが、表層が柔らかい路面に食い込むことで、一般的なタイヤよりも高い駆動力を発揮する。 使用目的により、ブロックの高さや間隔が足したように設定されている。タイヤの空気圧を意図的に下げる場合や、柔らかい路面にタイヤが沈み込んだ場合には、タイヤのサイドウォール付近まで設置することから、サイドウォールに回り込むようにブロックが付けられている製品も多い。主に、オフロード車に使用され、オフロードバイクや ATV などには、工場出荷時点で装着されることも多い。 四輪駆動車の場合にはアフターマーケットパーツとして伸びタイヤが販売されている。一般的に未舗走路での性能を重視した製品ほどブロックが高く間隔が広くなるため舗装路面での操縦性やグリップ性能が低く摩耗が速くなる傾向がある。アメリカでは米国運輸省によって舗装路面でも使用可能な伸びタイヤのテストが行われておりこれに承認された DOT の B タイヤでなければ、行動を走行することは認められない。承認されたタイヤには、サイドウォールに DOT ナビー、DOT ナビーと表記されている。行動走行を想定した、デュアルパーパスとも呼ばれるオフロードバイクなどの場合は、出荷時点で装着されるの B タイヤは、舗装路面での走行も考慮して、ブロックの設置面積が大きく、間隔も、 比較的狭いものが装着される。モトクロスなどに使用するレース用タイヤは、舗装路面での使用を考慮する必要がないため、ブロックの設置面積が小さく、間隔が広くなっている。空気圧を意図的に下げる場合には、タイヤのビードがホイールのリムから脱落することを防ぐため、ビードロックを装備する場合が多い。ダンロップ、ライダーズナビ、住友ゴム工業株式会社。 2011年8月1日閲覧。ダンロップ、ライダーズナビ。住友ゴム工業株式会社。2011年7月29日閲覧。左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。ありがとうございます。